スの1月号を届きました。開けていきます。今回はすごい重い。あ、可愛いね。あ、バレンタインな感じ。スイーツ、いいですね。このはみ出した原因は出てきたものから紹介します。ホット見えマスク。ホット見えマスク、目の周りを温めて、まあ、目の疲れを取ったりとかするのかな。温活女子会がプロデュースした大きい、これ原品でしょうね。ゾエアボスイーツアランドクレンジミルク、スイス生まれなんだ。肌をいたわりながらメイクオフ、みずみずしい素肌で、成分がこちらに書いてあります。これね、実は使いました。敏感肌の私にはすごくありがたいです。本当に性別スキンの人にも優しい洗い心地でした。防腐剤、無添加、無香料、無着色で、アルコール、石油系、界面活性剤不使用で、弱酸性。保湿成分としてはアロエベラ、パンテノールで、これは乾いたせいでインバースではなくアウトバースですね。サバイアロム、プーケットカクテルハンドクリーム。プーケット、あー、原産国タイ。タイのコスメって試したことないかもしれない。これが初かな。サバイアロム、タイ語なんですけど、 75g でおそらく原品だと思います。で、早めに使わなきゃいけない。多分なんかこうナチュラルに変な添加物とか入れないで作っているのかな。使用期限が2018年6月って書いてあるので、約半年で使い切ってねっていう意味だと思います。でもこれパッケージの外側からすごいいい香りが、トロピカルな香りがするんだけど鼻近づける前から、あのね、フルーツポンチの香り、あとフルーツ系のスムージー作った時もこういう香りがする。うん、いい香り。ハンドクリーム出してみる。はあ、ややオレンジ、クリームオレンジかな、クリームカラーっていうのかな。あ、なんか画面だと白く見えるけど、実際見るとクリーム、カスタードクリームほど黄色くなくてオレンジに近い感じ。あ、ちょっとね、こう滑らかではあるものの固まりやすいから、滑らかでもこうなんか天然素材使ってる感はありますけど、香りはなんか香料をつけてるのかな。成分ちっちゃく書いてあるけど、ここわかるかな、ピカって見えない。まあ、水がトップに来て、アンソッコは、そうか、これか。アンソッコ、私大好きな香りなんですよね。そのケミカルってところがちょっとですけど、美味しそう。本当にフルーツ、香料入ってるね。シアバター、それがしっとりするのか。あと、いろいろちょっとケミカルなの入ってるから、とはいえなんで使用期限半年なんだろう。防腐剤が入ってないからなのかな。ちょっと調べてみます。すごいいい香り。ハンドクリームってことは、ま、手はもちろんのこと、私はハンドクリーム足にも使うんです。メイクじゃなくてフットの方なんですけど、フットは角質は手よりもちょっと厚めだけど、足に使います。いい香りなんですけど、そして4つ目かな。
もう一つこれはクリームだけど、クリームだけどフェイスクリーム出ました。オムニサンスのフェイスクリームです。オムニサンスって原産国がフランスって書いてあるんだけど、まあ、どうしてもこの韓国語が気になるんだけど、オムニサンスってブランドが韓国とか関係あるのかな。味成分がね、水、グリセリンっていう風に続いてて、香料も入ってるけど、まあこれもケミカルかな。ノンパラベン、ミネラルオイル無添加。そうなの、あのね、ノンパラベンっていうのはいいですよ、防腐剤が入ってないっていう意味だと思うんだけど、ミネラルオイル無添加。ミネラルオイルっていうのはミネラルコスメでいいイメージあると思うんだけど、私はミネラルコスメと言われちゃうと鉱物だから、ミネラルってそのっていうイメージはすごくいいサプリメントみたいなイメージがあるけど、肌につけるミネラルってミネラルって言葉にするとすごく良さげだけど、鉱物を肌に塗ってるわけなんですよ。だからミネラルが必ずしも肌にいいかっていうとこで、特に敏感肌、センシティブスキンの方は、アトピーの人とかもね、やたらと鉱物を肌につけるのはすごい怖いわけですね。それもあってミネラルオイル無添加っていうのは、むしろミネラルオイル入れておりませんということで、私はこういう方がいい。クリームはあんまりヒリヒリしないんですけどね。フランスのコスメは基本合う、香りは、ちょっとさっきの強すぎて、ちょっとタイのフルーティーが強すぎて鼻を直して、オムニサンスは香りが今までと同じホワイトティーかな。ホワイトティーって何って思うけど、私はこれを草木の香り、グリーンな感じの香りがするんですよね。ただよくあるハーブ系のグリーンじゃなくて何かが違う、それがホワイトティーなのかな。お人形さんの香り、これはね、ホワイトティーの香りって、ティーの香りかな。ちょっとね、出しすぎちゃったんで、あんま参考にならないかもしれないけど、みずみずしいです。で、実際あの、もう本当に香りもつけたんだけど、馴染みがいいですね。多分みずみずしい分ベタつきがなくてスーッと入っていくんだと思うんですけど、私はこうインナードライ、全身的にオイルより水分が足りない、モイスチャライズが欲しいところで、クリームも油分が多いよりかは水分多めが好き。あ、香りが、これをホワイトティーと言うんだろうか。ホワイトティーって飲んだことありますか。そしてラスト、シャンプー系かな、ハホニココ。ハホニココ初めて聞いたけど、ハホニココシルク18シャンプー、同じくシルク18トリートメント、同じくシルク18ヒートインオイル。これはサンプルサイズで、実際、あ、これはね、香りがいい、鼻がおかしくなりそう。甘い香りなのかな、甘いね、甘い、お菓子の香り、なんだこれは、チョコレートっぽい感じもするし、美味しそう、甘い香りがして美味しそう。で、シャンプーから全てこのいい香りがします。トリートメントは特にね、香りが強めだった気がする。おー、はい、トリートメントが強みだね。トリートメントは固めかな、シャンプーは緩いテクスチャーね、オイルはまあそのまんまサラサラオイルって感じですね。でサラサラだから本当にストレートヘアの人はもうサラサラっていう仕上がりになるだろうし、私みたいにすごく傷んでる場合はしっとりさせるっていう役目もするかな。これは実はこのオイルしか使ってなくて、オイル良かった。
けどこれがナンバーワンにいいかっていうと、まだ1回しか使ってないので、まあ、要検討。悪くなかったです。結構良かった。香りはすごいいいです。美味しそう。ホットミエマスクをつけてみましょうかね。5枚入りあって。ながらケアができますって、こうやって目が開いてるので、スマホしながら、PC しながら、テレビ見ながら、ネイルしながら、ストレッチしながら、なんで、耳にかけるからかな、家事をしながら、お茶しながら、読書しながら、移動しながら、育児しながら、コスプレしながら、まあね、コスプレね、ハロウィンの時がこれいいかもね。つけましててもそのままできるよっていう、しっとり潤いタッチ、ルティン&コラーゲン配合1枚入り、快適温度40度、発熱時間20分、でこんな風に耳かけるってやつですね。開けたら温まるのかな、多分そうだね、開けたらば温まる感じね。中に発熱体が入ってて、鉄粉水バーミキュライト活性炭食塩、よくある北海道パターンですね。布は優しいというか髪か、優しい感じ、目元につけるからね。で剥がして真ん中ピッと切って、こんな風に、これなんで2個あんだ、こっちとこっちか、私上の方がいいかな。いきます。なんかまつげ入んないけど、細くないこれね、だってほら細いよね目ね、ここがぶつかっちゃうな。ちょっと待って、まつげにぶつかって、ちょっとさぶつかるんだけど、ちょっと不便、もしかしてこれってさ、振るのか、ちょっと待って、その前に振らないと、振るって言っても動かないの、飲むのかな。開封後はすぐにご使用ください。メイクが落ちることがあんま、そりゃそうでしょうね。なんかフルっぽいこと書いてないか、このままでよかったのか。なんかまつげ落ちかんだけど、上入れて、穴が小さい。でもこれ大きすぎても目が温まんないもんね。ちょっと上に、これここがベストポジションかな。目今細めないとダメって感じ。今目細めてんだけど、これを開けるとぶつかるの、ほら開けるとぶつかるから、上にちょっとね上げて、まつげ今上から押さえちゃってんだね、これで。それをこのぐらい上げると、今度下まつげのとこがぶつかるから、もうちょっと、ダメじゃん全然。ですね、目ぴったりじゃなくて、人によってこれはうまくいかない場合もありそうですが、耳の穴もう一個ここにもあるので調整したりとか、人それぞれね顔の形位置とか違うから、こんな感じかな。ハホニココラシルク、ハホニココラシルクかのシャンプートリートメントオイル、これはオイルだけちょろっと使ったけど、これからしっかり使う。でこのクレンジングはとても優しくて良かった。でハンドクリームのフルーティーなものすごいいいですね。あとこれは目の大きさが大きければ良かったな。今あったかくなってきて気持ちいいです。アイテムとしては最高だけど、ちょっとね目のサイズの問題かな。これって絶対人それぞれサイズが違うから、苦労する人いると思うんですよね。
でも気持ちくなってきたぞ。あったかいのは気持ちいいな。これ自分でカットすればいいのかな。中の鉄が出てきちゃうかな、鉄粉が。そんな感じでブルームボックスは今回で6ヶ月目。面白かったな。ブルームバーグ、あ、ブルームバーグ私にとってブルームと言ったらばもうブルームバーグなんですよ。知ってるブルームバーグって、あのね、株価とかね、株式、株式情報、経営情報、世界のね、私にとってブルームといえばブルームバーグなんで、ついついねブルームバーグって言っちゃってたんだけど、そう、ブルームボックスはいろんな国のアイテムが入ってるから外国の情報を得られる、外国ビューティーアイテムの情報を得られるっていうのがすごく良かったなと思います。ちなみに今回はスイス、フランス、そしてタイ、幅広いですね。好きですこういうのこういう消耗品はねもうどんどんなくなってから使えますね。